左、編み点。右、十分な距離から見ると、編み点とこの図は区別できない。編み点、または、ハーフトーンとは、グレースケールやカラーの画像を限られた色数の小さな点のパターンで表すことで、印刷可能にしたものである。印刷は、紙の上の各点について、インクを置くか、紙をそのままにしておくかという日常体で情報を表す。つまり、 基本的には日地画像だけが印刷可能である。しかし、網点技法により連続した色調の画像を再現することが可能で、グレーやカラーの様々な陰影の画像を印刷できる。グレー会長の網点では、基本的に白い背景の上に黒い小さな点のパターンを並べる。十分な距離からこれを見ると点が非常に小さいため、人間の目では、 その点を識別できず、灰色であるかのように見え、黒い点と白い背景の面積の割合によって、その部分の明るさが決まる。例えば、多数の黒い点や大きめの黒い点がある場合、暗い灰色に見え、黒い点が少ない場合や小さめの点だった場合には、明るい灰色に見える。クマック分離の色網点の例。左から、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、それらの合成。 人間の目から見てどう見えることを期待しているかを示す。カラー印刷では限定された色数のインクを使うことが多い。例えばよく使われるのはシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックという色のセットである。色網点ではこれらの各色のインクについて網点のパターンを生成する。そしてそれらパターンを重ね合わせることで 各色の割合に応じた色調が表現される。印刷技術によっては、日出力だけでなく、多段階の出力が可能なものもある。つまり、印刷機によっては、インクやトナーを中間的な強さで置くことができる。しかし、このような機能は、段階数に制限があり、あまり信頼できない。したがって、高品質な画像の印刷には、今でも網点技術は有用である。なお、 現在においては、網点のように規則的な点による中間色表現以外に、インクジェットプリンタでの印刷や一部の高品位印刷において、FM スクリーニングを用いての中間色表現が用いられることがある。このような FM スクリーニングによる中間色表現に対し、網点による中間色表現を AM スクリーニングと呼ぶこともある。モノクロ網点。 45度スクリーンを同じ写真のカラー、クマックアミテンアミテンスクリーンの解像度は、スクリーン線数で表される。これは1インチあたりのドットで描かれる線の数であり、同時に、スクリーンの角度が添えられる。スクリーン線数を、スクリーンルーリングとも呼び、数値の後にルパイ、または、ハッシュ記号をつけて記述する。例えば、百五十ルパイや百五十である。解像度が高ければ、 細部まで再現可能である。しかし、解像度を高くするには高度な印刷品質を要し、さもなくば、ポスタライズに悩まされることになる。つまり、スクリーンの解像度は使用する印刷手法によって、決まる。異なるスクリーンを重ねたとき、境界が過度に強調されたり、モアレが生じたりといった、好ましくない視覚効果が生じることがある。これらの問題は、 重ね合わせるスクリーンを互いに回転させることで解消できることがある。このようなスクリーン角度も印刷でよく使われる尺度であり、9時の方向を起点とした時計回りの角度で表す。網点はカラー印刷でもよく使われる。基本的な考え方は同じで、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの基本の4色を適当な密度で印刷することで、 特定の陰影を再現する。クマック編み点スクリーン角度のレイカラー印刷では、モアレを目立たせないよう、各色のスクリーンのスクリーン角度の組み合わせが重要となる。一般に、シアンを15度、イエローを30度、ブラックを45度、マゼンタを75度とすることが多い。イエローは30度以外の場合もある。デジタル編み点は、写真編み点の代替として、 1970年代から使われ始めた。1980年代には、レーザータイプセッターやイメージセッターで網点が使われるようになった。単純なスキャナーやタイプセッターと異なり、イメージセッターはタイプ文字や写真や絵などのページ上のあらゆるオブジェクトを生成できる。初期の例としては、ライノタイプリヌトロニック300および100がある。 これには1985年に世界初のポストスクリプトリップが提供された。1970年代後半頃から登場した初期のレーザープリンターも網点を生成可能であったが、その基本解像度は 300dpi であったため、スクリーンルーリングでは約65ルパイ程度であった。その後、600dpi 程度にまで改善され、ディサ技法も導入されるようになった。 デジタルみ版では、個々の画素、またはピクセルを表すのにビットマップを使って、インクを置く場所を決める。結果として、写真製版の網点をエミュレートするためには、同じサイズの網点に、複数のピクセルを対応させなければならない。このため、写真製版と同程度の画質を得るには、ピクセルは極めて小さくなければならず、1インチあたり600から2540、 以上のピクセルが必要となる。ありがとうございます。